皆さんこんにちは。チタメディアスのワニベさくらです。この番組では新型コロナウイルス感染症が身近になったウィズコロナの時代を健やかに過ごしていただくための情報をお伝えします。公立西下総合病院の各科の先生や看護師の皆さんにご協力いただき、専門家の視点からアドバイスをいただきます。今回は新型コロナウイルスのワクチン接種の重要性をテーマに話を伺います。今日は伊能先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。お願いします。一部の医療従事者へのワクチン接種が2月から始まりました。ワクチン接種の重要性について教えてください。緊急事態宣言も解除され、パンデミック状態もやや落ち着きを取り戻しつつありますが、特効薬の開発には時間がかなり必要です。そのためテレビのコメンテーターがよく使う言葉として、ゲームチェンジャーという言葉をよく耳にすることもあるかと思いますが、ワクチン接種がその役割を期待されています。先行して一部の医療従事者へのワクチン接種が2月から開始されていて、一般の高齢者への接種が4月中旬から始まります。その後、基礎疾患を持つ人、そしてそれ以外の人と順次進んでいくことになっています。なぜワクチンを接種するかというと、自然免疫ではなく獲得免疫をつけるためです。これらのワクチンは筋肉注射で3、4週間間隔を空けて2回接種します。日本では予防接種は皮下注射が多いのですが、海外では筋肉注射が一般的な方法です。痛みも皮下注射と同じ程度です。副反応が起きた場合はどうすれば良いのでしょうか。基本的にコロナワクチンを接種後最低15分は接種会場にとどまり、経過観察をすることになっています。接種会場には必ず医師と看護師がいますから、もし仮に副反応が生じても基本的にはその場で初期対応することになっていますから心配はいりません。副反応は多い順に接種部位の痛み、疲労、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱などですが、20万回に1回と極めてまれにアナフィラキシーが起きています。インフルエンザが100万回に1回の発生率に対してやや多めではあります。ただもし仮にアナフィラキシーが起こっても十分に対応可能ですから、いたずらに心配する必要はありません。では先生、最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。あくまでも予防接種は義務ではありませんから、自分でリスク対効果を判断する必要があります。ただ社会全体として感染症を収束するための集団免疫を獲得するには、感染力の強いはしかで 95%、 新型コロナウイルスで 60-70% のワクチン接種率が求められます。いたずらに起こることのとてもまれな副反応を恐れるあまりに、感染したら健常人でも命を落としたり、後遺症に苦しみかねない病気を予防できる、またとない機会をみすみす逃さないようにしたいものです。4月から最新患者の利便性向上のため、最新受付機の横に保険証確認カウンターを新設しました。保険証確認カウンターの受付時間は午前8時から11時までとなっています。従来の各診療科ブロック受付での保険証確認に加えて、こちらのカウンターもご利用ください。